長い年月をかけて磨き上げられた熟練の技、そして後継者に向ける温かな眼差し。今回は杉並区技能功労者表彰を受賞された方をお尋ねし、お仕事の実際やものづくりへの思いなどについて伺いました。令和2年12月、44回目となる杉並区技能功労者表彰式が行われました。これは優れた技能を持ち、長年にわたり若い人たちの模範として活躍されている60歳以上の方を毎年選出して表彰するものです。これまでに1200名以上の方が受賞されています。今回は大工職や調理師などさまざまな職種からご覧の15名の皆さんが受賞されました。代表して挨拶されたとび職の森田さんは、長年培った技能と経験を生かした地域での奉仕活動などが評価されました。受賞したお気持ちと後進の育成について伺いました。いや、感動しました。今やってる仕事をコツコツとやっぱり頑張ってやってもらって、やっぱり自分たちが残れるようなね、商売やってほしい。それでは受賞された方のお仕事の現場を訪ねてみることにしましょう。お疲れ様です。こんにちは。杉並区技能功労者表彰を受けられた桂さんのバイオリン工房に来ています。バイオリンはどのように作られているんでしょうか。とっても楽しみです。ではお邪魔してみましょう。桂俊明さん、63歳、この道41年の大ベテランです。その確かな技術は広く知られ、国内はもとより海外からも製作や修理の依頼が絶えません。今どんな工程をされてるんでしょうか。これは修理なんで、表板に合わせて横板を作って、これ割れてるけども、はい、100年以上経ってるんで、木自体が乾燥して酸化してるんです、はい、だから普通の新しい木で作るよりも響きがあるんですよね、乾燥した方がね。はい、これはじゃあ直せるってことですか。直せます。ちゃんと直して一つのバイオリンできます。今回技能功労者表彰を受賞されたお気持ちはいかがですか。この弟子がいるっていうことで、患者もいるんだけども、3人でもらったような感じで嬉しかったですよね。これこそ認めてもらったっていうことじゃないですかね。自分の本当にやりたい仕事を見出せずにいた20歳くらいの頃、薬剤師や動物園の飼育係になろうとしたこともありました。ある時、新聞を広げた桂さんの目に留まったのは、バイオリン製作の助手を募集する小さな求人広告。幼い頃、その音色に感動し、習っていたこともあるバイオリンへの思いが蘇ってきました。それ見た途端、飛び上がってた。それで、そこに電話した。もうその新聞見てなかったら、そこには行かなかった。動物園行ってたわけですね。動物園こうして今度は作り手としてバイオリンと関わることになった桂さん、しばらく様子を見ると言われ働き始めました。約束の3ヶ月が過ぎた頃、師匠に尋ねました。僕はどうなんですかって言ったら、いやもう入ってるよって言われて、あれって感じ。じゃあ合格っていうことですね。知らないうちに条件としてはバイオリンの製作
とか修理とか技術ですね、それとあと経営能力、それで一番大事なのが弟子を育てるってこと、それがもう職人、一発の職人、あの弟子に育てるということが職人ということなんで、あの一番大事な仕事かなと思って、うん、育てるということも一つの仕事なんですね、はいはい、桂さんの元で修行中の小野寺聡さんです。師匠である桂さんをどのように見ているのでしょうか。一つの方向からじゃなくて、なんかパッといろんなこうやったらどうか、こっちもどうかっていうのをいろいろ思いついて、いい方法を探せるっていうんですかね、そういうのが早くて、何かをやるって言った時に自分の思い込みで遅い方の遅いやり方を選んでしまったりとかは多いんですけど、そういうので最善の方法をすぐに選べるというか、そういうのは見てて思うので。バイオリン制作者として確固たる地位を築いている桂さん、しかしこれからも追求していきたい音があります。魅力ある優しい音っていうかな、あの人を幸せにするような音、弾いてて楽しくなるようなとか、まあ、そういった音を目指したいなと思って。技能功労者表彰を受賞された皆さんはそれぞれの世界で活躍されており、地域のそして杉並区の誇りです。その匠の技を次の世代に伝えるために、これからも一層の活躍を期待しています。